こんにちは。柏隆一の、ええー、今日のインテリエンスを始めさせていただきます。今日は挙動不審な習近平と、そういうことテについてお話をしようと思います。その前にね、ちょっとあの、レールガンの話が出てきましたんで、それに関してまず最初に取り上げようと思います。えー、っと、実は、ね、日本がね、レールガンを開発してて、うまくいってるっていうのは、すでに、えー、報道されてるんですよね。 ですからあのそれに関しては僕はすごく安心してたんですけど中国も「いや実はうちもやってますぜ、ね」っていうそういう報道がサウスチャイナ・モーニング・ポストかなそれからあったんで、まあ、それをね報じているあの中央日報かなそれの記事なんですけどそれからちょっとね紹介することにします。じゃあいきますね。えー、っと中国海軍が、ね、電磁気力で砲弾を高速超高速が発射できる電磁気レールガンを開発したっていう報道があったと。 レールガンはその射程距離と威力で未来の戦争の暗闘を変える夢の武器と呼ばれるか日本も射撃,射撃試験に成功したと明らかにしたことがあると。九日香港サウスチャイナーモーニングポストによると海軍工,工科大学電磁気エネルギー国立革新研究所チームは先月発表した論文でレールガンを連続で百二十発発射するのに成功したと明らかにした 連続発射中にもこの弾射武器は射撃の正確度を維持し、似た研究は以前に公開的に報告されたことはないと研究チームは伝えた。レールガンの砲弾は音速の6倍の秒速2000キロで発射され、100キロから200キロの距離の目標物まで精密打撃できると。 火薬,は学火薬や化学エネルギーでなく電磁気力を利用して発射体やミサイルが軌道に乗って飛び一般の自由より速い速度でより遠くの距離に到達すると。レールガンの開発の革新は連続,は連続射撃の安定性を確保することだと。研究チームは論文で戦争の武器は化学動力から電磁気,力電磁気動力へと徐々に変化していえると。えーっと 連続発射速度は電磁気レール発射システムの戦闘効果を表す重要な指標としこの画期的な発展は電磁気レール発射システムがもう中,中断なく安定的かつ迅速に発射される可能性があることを意味すると明らかにしたと。研究チームは、えー、研究成功の秘訣に10万個以上の、えー、構成要素地点で同時にデータを収集して分析できる 人工知能システムを通じて AI ですね AI システムを通じて正確な測定とと診断が可能だという点を挙げたこの AI システムは複雑で極限の条件で動作動する機械で発生する問題を解決するのにかかる時間をミリ秒に短縮し自ら決定するることもできると例えば装備がやや熱くなるなど問題が深刻でない場合にはテストを継続進行する判明 えー、実際に被害ををももたらす程度の問題がある場合は砲弾を装填しても発射されない一部の軍事専門家らは、えー、射程距離200キロ以上のレールガンが中国海軍の戦力に大きな力になると見込んでいて中国海軍はこの武器が、えー、海洋制覇半島を揺るがすと期待していると SA とサウスアャイナ・モーニング・ポストは伝えたと。 米海軍はレールガンに多額の資金と数十年の努力を注いだが超極超音速ミサイルに資源を集中するため2021年に開発を放棄したと同盟では伝えただからアメリカも諦めたことを我々やったんですよということがどうも言いたい記事ですね。まあ、日本もねだからレールガンは開発してるんだって話はしました。 少なくともね、この、どうもね、見た限りでは、少なくとも表面的にはスペックはほとんど同じじゃないかなと思うんですね。まあ、中国の自慢はね、でもこの記事読んでわかったんですが中国の自慢は何かっていうと、AI を使ってますよ、うちら、うちら、と。こういうわけなんですね。まあ、中国のね、やっぱり伝統的にね、中国の伝統的な技術的な欠陥はどこにあるかっていうと、焼き技術にあるんですね。金属を鍛造するっていうか、そういう技術がないことにあります。ですから、エンジンがいいものが作れないですね。 だから大砲をね、えー、こう方針にしてもいいやつが作れないっていうのは多分あると思うんですよ。それを AI でカバーできるのとそういう気がするんですね。これ120発打ちました日本が打ったからうちもやってますよっていう話をねわざわざしたような感じがするんですけどこれはどうなんでしょうかね。まあそんなにこう戦場で使えるほど信頼ができるんでしょうかそれはちょっと僕は疑問かなとこう思ってます。 ただねやっぱり AI 使ってるっていうのが分かるようにねやっぱり中国はやっぱりこう独自のね進歩を見せつつある軍事技術に関してねそれでね中国とか日本中国日本とかアメリカがね追い抜かれる可能性があるんだとだからこれ10年放っおいたら分からないですよ本当にね今はまだ分からないですけど10年ぐらいしたら中国の方が完全にね技術的優位が固定してしまって日本がなかなか追いつけないみたいなことになるかもしれませんそうなったらもう日本最後ですよね 早くそうならならいいことを願います、まあ、次にね挙動や不信の習近平こういう話をしましょうねまずね習近平がベトナムに行ったって話なんですよこれねブルンバーグから、ね、2本ちょっと記事を紹介しますね、まあ、最初はねこれはまともな記事なんですよいやまともな記事って、まあ、全部まともなんですからねちょっと読み上げてみさいね中国の習近平国家主席は13日6年ぶりとなるベトナム訪問を終えた習氏は同国に対し、えー、外部勢力が アジア太平洋地域で問題を引き起こすのを阻止するよう求めた習氏、えー、はアジア太平洋地域を混乱させようとするあらゆる動きに両国で共に警戒し抵抗すべきだと発言だからこれあれですよねアジア太平洋地域を混乱させようとするあらゆる動きこ米軍とかフィリピンとかこういうのに対して一緒に対抗しようぜとこう言ってるわけですね案に米国に言及してためられると 習氏はまた共産主義の隣国として両国は国際問題でも連携を強化するように求める呼びかけだと2日間にわたる習氏の、えー、法越終了に際し「法越というのはあのベトナムですよね一応」じゃなくて「えー、ベトナムのホー・バン・トーン国家主席は両国関係がかつてないほど包括的で親戚かつ友好的なものだった」と宣言したと。 両国はいずれも今回の訪問を二国間関係におけるる節目と表現しているとバイデン大統領は習氏よりも3ヶ月早くベトナムを初訪問ベトナムとの間にはと巨大な機会があると述べていたインド太平洋地域における中国の影響力抑制を図りたい米戦略の一環として半導体から安全保障に至るまで幅広い合意が成立した。 南シナ海での領有権を争う中国とベトナムは今回共同声明を発表意見の相違をコントロールし状況を複雑化させ紛争を拡大させうる行動を回避を、えー、行動の回避を約束したと、まあ、とりあえず両国の間だったら、えー、争いはないことにしましょうとこういうことですね。両国がアピールする団結はベトナムが世界の二大経済大国との間で慎重にバランスを図ろうとしていることを改めて示している。 だから中国と、ね、アメリカでうまくバランスを取ろうとだからあの一言で言うと言葉は悪いですけど台湾みたいなことをやろうとしてるわけですねでも台湾があんなことになってるんですから自分は明日も我が身とは考えないんでしょうかねベトナムの人はねななんんかかよくわかんないです、えー、ち中国と米国が繰り広げる貿易摩擦においてベトナムは漁夫の利を得た国の一つであると、えー、企業はサプライチェーンを確保するため巨額な投資を中国からベトナムに移していると。 習氏にとってベトナムの訪問が今年唯一のアジア法歴となった歴訪となった背景で背景としてベトナムは米国やその同盟国との距離を縮めていると見られていたそれはそうです NBA の CEO が来るんんですもんねええベトナムは米国との関係を中国との同角に同等に格上げした後のうち先月には日本との関係も優先度を引き上げたまああの地下鉄がありますからねホーチミン市はね。 えー、ベトナムはどうしてもやっぱりね外したくない見方なんでしょうねどうしたから絶対こう中国の見方にしておきたいでやっぱりねあともう一つはねフィリピンとの、えー、ベトナムの関係ですよねそれをなんとか今のうちに潰しておきたいそういうことなんだと思いますまあここまではいいんですよでも次の記事がすごく面白かったんですね重要会議をサボるお前何してんねんって感じですよちょっといきますね、えー、中国指導部が 中央経済工作会議を11日,11日12日両日開いたが、2024年の経済運営方針を決めるこの重要会議の後半、習近平国家主席は不在だった。だからね、これはね、の、中央経済工作会議がね、これどういう会議かっていうと、国レベルのね、中国の国レベルの経済政策を決定するっていう非常に重要な会議なんですよ。 この重要なな会議に、ね、習近平がホローと後半はいかかっったアホかって感じですね、えー、こういうね来年度の経済政策を決定する重要会議にね、えー、完全に出席しないこれは重要会この重要会議をサボると言ったらいいんですかおかしいよねっていう感じがしますよねで中国共産党の総書記でもある習近平は12日2日間の日程でベトナムの公式訪問を開始 公式記録によれば、中国の最高指導者が政権掌握後、中央経済工作会議の最中に国は離れたのは、離れたのは毛沢東初代国家主席以来だと。まあだから毛沢東ぐらいしかやってなかったことは、俺も毛沢東並みと思ってるんでしょうかね。わからないですかね。異例の政権参議に入った習近平だが、外交や党の関連を破るような動向が目立っている。 突然の閣僚交代など政府と党をめぐり不透明さが高まっており投資家の懸念は増していると習氏は、えー、南アフリカ共和国で8月に開催されたブリックスの首脳会談には参加したが現地でのビジネスフォーラムでスピーチを行わずオーブンと省務に代読させた9月にはインドでの、えー、G20、ね、を欠席習氏の G20 のサミットの不参加を初めてだと。 アジア・ソサイティ政策研究所の中国分析センターで中国政治を研究するニール・トーマス研究員はこれまでの規範から逸脱した些細な行動の一つ一つはそれ自体には特に大きな意味は出さないだがその積み重ねが政策環境の予測可能性を低下させビジネス界の信頼を失わせると指摘してきただから一個一個はね大したことないんだけどそういうのが積み重なっていったら習近平信用できへんやんけと。 そういうことになると、こういうことなんですね。国営メディアは、習氏が中央経済工作会議でスピーチを行ったと伝えたが、11日か12日かについては触れなかった。この会議の詳しいスケジュールは公表されず、習近平がこれまで同会議の最初から最後まで出席したかどうかも公式発表から明らかではない。12日夜のニュースは会議終了と習近平の外遊という順番での報道だった。 このってはね、どう考えてもおかしいわけですよ。こんな経済がね、こんなに傾いてるのに、崩れかけてるのに、その時はね、この経済政策を決定する会議に出席しない。最後までね、やっぱりこれはおかしいやろ。だからやっぱり僕はね、はっきり思うんですよ。習近平は当事者能力を失ってるんじゃないか。か政権運営する能力がね、やっぱりもうないんじゃないか。そういう気がしますね。できることばっかりやる。やらなきゃいけないことを、 やらない目を背けるっていうね例えば数学が得意な生徒だったら数学ばっかりやってて英語とか国語やらなくて入試に落ちるみたいなそんな感じですかだから本当ねあのー、習近平は自分のセルフコントロールっていうんですかそれができないんじゃないかとそう僕は思いますねですから結果として何が得るかというと2024年の中国経済はやっぱり大荒れになるんじゃないかなっていう推測が成り立つと思います まあね習近平にとってやっぱり脅迫関連は何かっていうとやっぱりね外交的に孤立すすることなんですねだからベトナムだけは自分の友でやってくれるとそういうのがあるんですけどね意外とだから気が小さいわけですよ。でねやっぱり真中のねミャンマーの軍勢が今、えー、転びかけてますよね崩壊しかけてますだからあの本当に、ね、心細いですよね。 ちなみにミャ,ミャンマーというのはどういう意味があるかっていうとあのマラッカ海峡を通らずにね石油を、ね、中国側へ通すための貴重な通路なわけですよいわゆる昔はね蒋介、ね、石をね援助するためにミャンマーからのルートでね物資を運んでたそういう経緯があるわけですよですから中国で戦争が起きるんだったらこのミャンマーのルートは絶対欠かしちゃいけないんですけど今はもうちょっとダメひょっとしたらやばくなるかもしれないそういう現状なんですね ですからまだまともな、えー、ベトナムの方だけとこっちは抑えておきたいとそういうことがやっぱりあったんだと思います。でベトナムはベトナムでねアメリカともうまくやって中国ともうまくやってってやるんですからやっぱりどこかで無理が出るんじゃないでしょうかねだからやっぱり中国の代わりとしてベトナムっていうのはあまり最先がよ,よ,よくないかもしれません。それはまだちょっと分かりませんけどねあんまりこう米中関係がいつまでも仲いいとは思わないですね。まあ 今日はこのぐらいで、えー、よろしかったらよ、よいよちょう。そして、チャンネル登録もぜひお願いします。そして、あの、えー、なんですか、あの、サンクスね、あれ、本当に助かってますから、ぜひ多くの方にいただければと思います。じゃあ、今日はこれでしまいしますね。失礼します。